シド、ちょうどよかった。なんだ、また何か分解でもしたのか。もう違うってば。ミド先生のことで相談があるの。先生、少し前から様子が変で。なんだかずっと考え事してて、僕たちと話してても。上の空？上の空。そう、上の空なんだ。少し前というのはいつのことだ？ほら、ミド先生の大事な船でシドを助けた時。ドレイクスパインから戻った時か。エンタープライズにも被害が出たようだからな。大事な船壊れちゃったの？だからミド先生は元気がないの？ミド先生にはいつもみたいに面白いものを作って笑っててほしい。ねえシド、先生のところに行ってきてよ。ミド先生を元気にしてあげて。わかった、俺が行くとしよう。少し話をしてみるよ。本当にありがとうシド。ミド先生はきっと工房にいるよ。あそこはミドのダンジョンだよ。ああ、待っていてくれ。ミドがいる間に次は何を作るか。ミド、少し話が。なるほど、こうすればよかったのか。だとしたらミスリル機関を改良すれば。もしかしてお前、隠れ家に戻ってからずっと船の改良のことを？当たり前だろ、今考えなくてどうすんの。まったく、子供たちが心配していたぞ。お前が落ち込んでるんじゃないかって。そこまで没頭するのは相当のことだろう。俺にも教えてくれないか。エンタープライズはこれまでにない高速船だ。だけど所詮は船、速度には限度がある。もし飛空艇みたいに飛べたならドレイクスパインでももっと早くクライブの元に駆けつけられたはずだろう。今は船を飛ばす魔法なんてないし、大昔の連中に負けたみたいでなんだか悔しくてさ。でもこの設計がうまくいけばエンタープライズが化けるかもしれない。幼い時からぼんやりと思ってたけど、そろそろ真面目に取り組んでみるよ。まずは実験からだな。俺に何かできることは？さすがクライブ、持つべきものは頼れる頭だ。だったら一緒に実験用の模型を作ってくれる？私が設計をしている間に材料を集めてきて。そうだね、材料の一つは組み立て用の潤滑油。以前オールドヒルで使ってたような造船用のものがいい。もう一つは模型の基柱に使う軽くて丈夫な魔物の骨なんだけど、こっちは当てがないな。それなら石の剣の連中に聞いてみよう。彼らはよく獣や魔物と戦っているからな。そうしてくれると助かる。それじゃあクライブ、材料集めは頼んだよ。よし、まずはサロンへ行って石の剣の誰かに聞いてみるか。材料の一つは組み立て用の潤滑油。以前ミドがいる間に次は何？おや、シド、我々に何かご用で？ああ、力を貸してほしい。ミドの頼みで軽くて丈夫な魔物の骨を探している。心当たりがあれば教えてくれ。そうですね、骨というわけではないですが、デザートアダマンタスの甲羅なんていかがでしょう。甲羅は骨の一部ですし、何より軽くて丈夫。加工次第で十分にお役に立てるかと。なるほど、それなら要件を満たしてるか。デザートアダマンタスといったな、生息地はどこだ？
コラバ牧地のウルドビツハイソン付近で目撃されています。ただかなり手強い魔物ですから少々苦労するかもしれません。わかった、心に留めておく。ありがとう。ミドが言っていたのはこれか。あたりをもう少し探してみよう。エーテルの光が、何なんだこいつは。これでよし。デザートアダマンタスが出るのは確かこの辺り、ウルドビザハイソン付近と言っていたはずだが。あいつがそうか。コルHey!
全て揃った。ミドのところへ戻ろう。あれを見てるとね。ミド、頼まれていた材料を持ってきたぞ。これだ。ありがとう、クライブ。それで飛空艇の模型は作れそうか。実は設計していて、部品が一つ足りないことに気づいてさ。今度は何だ。小さな歯車がいるんだよ。えらく細かい作りのやつが。ブラックスオンじいちゃんに特注で作ってもらってたのに、どっかになくしちゃったみたいだ。歯車。そういえばシャーリーの天秤を直した時に使い道のない歯車があったような。ミド、歯車には心当たりがある。子供たちが持っているかもしれない。おちびたちが持ってるの。捨ててないことを祈るしかないな。私は模型作りを進めとくから、そっちは頼んだぞ、クライブ。部品に使う小さな歯車を。どうか。ミドがいる間に次は何を作るか。また出かけると聞いたわ。どうか無事で。みんなあなたの帰りを待ってるからね。幸せな結末。シド、先生の様子はどうだった？大丈夫。いつものミドだったよ。今はもう新しい発明をしている。本当に？よかった。新しい発明だなんて、やっぱりミド先生はすごいね。僕たちも何かの役に立てるかな。ああ、そのつもりでやってきた。お前たちに歯車を探してもらいたい。前に天秤を戻した時、歯車が余ったのを思い出してな。あれはどこへやった？それなら、ジョスランがガラクタ袋にしまってた。うん、ちょっと待ってて、すぐに取ってくる。あれから僕たち、シドに教えてもらった通りに、いろんな道具のことを勉強してるんだよ。いつかミド先生の発明が手伝えるようにってみんなで頑張ってるんだ。そうか、立派な貴公子になる日も近そうだ。ねえシド、歯車があったよ。僕たち役に立てた？もちろんだと思う。ミドにはきちんと伝えておくよ。うん、よろしくねシド。クライブ、歯車は見つかった？ああ、子供たちが大事に取っておいてくれた。それで合ってるか？了解。
でかしたぞ、おちびたち。結局、そいつは何に使うんだ？エンタープライズが化けるための肝さ。こいつを基軸にして、すべての羽を動かすんだ。さて、組むぞ。よし、できた。うまくいってくれ。やっぱ飛ばない。何？飛ばす気だったのか。ミスリル機関の応用さ。推進翼の見直しか。なかなか設計通りってわけにはいかないね。飛空艇を作るのが夢でさ。ミスリル機関はその夢の鍵なんだよ。でもそれと同時に災いの鍵でもある。これが公になれば必ず戦に使われちまう。そうなれば戦で親を亡くす子がたくさん生まれるんだ。私みたいに。ミド、だからずっと迷ってる。戦いが終わった時、ミスリル機関を残すかどうか。そうだな。エンタープライズはすごい速さで海上を滑るように走るだろう。それが空を飛んでみろ。ほら、想像するだけで胸が高鳴る。父さんは私に教えてくれた。夢がなきゃ人は生きていけないって。そうだね、悪いことばかりじゃないか。きっとそうだよ。ミスリル機関は誰かの夢になって幸せを運ぶかもしれない。決めた。全部終わったらミスリル機関をゼメキスの大穴に沈めることにする。やっぱり災いの鍵は残しておいちゃいけないものだから。ミド、それでいいのか？ああ、もちろん。だってこの世界にあっていいのは夢の鍵だけ。ねえクライブ、宝探しは好きかい？ああ、ジョシアと子供の頃よくやったが。私、宝の地図を残すよ。お人よしにしか解けないような謎をかけて。あんたみたいなやつならきっとミスリル機関を夢のためだけに使ってくれるだろう。こんなワクワクは久しぶりだ。謎解きに苦しむ奴らを眺めるためにも早く神様ぶっ飛ばさないと。そうだろ、クライブ。任せろ。みんながワクワクして宝探しできるように、もっとミスリル機関を強化しなきゃ。それこそ沈める前に飛んじゃうくらいにね。だからさ、クライブ、希望にすがるこんな世界じゃない。小さくても夢を持てる世界を作ってくれよ。私も協力するからさ。ああ、分かってる。
ミド、あの飛空艇の模型だが、お前の手元に置いておかなくていいのか。大丈夫、必要ない。あれは私にとって夢の残骸。五条を大事に抱えるなんて柄じゃないしね。言うもんだ。でもまあ、偉大なるミド様の作品としては結構価値があると思うんだ。だからクライブに譲ってあげる。この先すごいお宝になるはずだから、大事にしておいてよ。ああ、そうしよう。偉大なるミド様になってしっかり価値を上げてくれ。どうしたんだクライブ。ワクワクするだろう。きっとな。ああ、行ってこい。